ね、本日も動画やっていきましょうということで、本日の動画なんですけども、サムネとタイトル多分ね、誰か分からないようにやってるんで、ちょっとね、分かった人マジでおらんのちゃうかなと思うんですけども、いやもうずっとね、もう配信とか、ショート動画とかね、もうこすって、もうほんま火出るんちゃうかというくらいね、こすったんですけども、実はね、動画にしたことはないんですよ。長尺のね、動画にしたことはなかったんですけども、今日はね、念願のその選手の使ってみた動画ということで、多分ね、めっちゃおもろい能力になってるんで、多分サムネにしてると思うんですけども、そちらの選手に使ってね、もう主役として今日ランク戦やっていきたいと思います。多分めっちゃおもろい動画になるんちゃうかなと思ってます。ということで、本日使って、やっていきたい選手は、こちらの選手になってます。ラララ、レッツゴシェルド。ラララララ。はい、ということで、ノイジー使っていきたいと思います。ということで、いや、念願でしょ、皆さん。もうずっとね、配信、ショート動画見てくれてる人からしたら、もう、ノイジー、お前、ようやく動画にするんかということやと思うんですけども、はい、そうです。ようやくします。ということで、見て、パワー自慢つきました。じゃこりゃ。ということで、ミート66変動なしで、パワーが1上がって70になってます。いや、素晴らしい。見栄え最高。ただ、低弾道です。はい。ということで、多分低弾道でパワー70ある選手ってノイジー以外にマジでいないと思うんですよね。で、このノイジーなんですけども、まあね、タイガースに来てからはレフト守ったりとか、もうね、もうずっとレフトなんですけども、全米ナンバーワンショートって言われてたりするんですよね、実は。ということで、こちら見てください。今年のね、シリーズ1からは、2024年シリーズ1からは、レフトの適性しかなくなっちまったんですけども、なんと、このノイジー選手、ショート65も守れます。すごくないですか？さすが全米ナンバーワンショート、サードに関しては68やからね、セカンドも65、ファーストも65ということで、ね、もうシリーズ1のノイジーいらないもん。これね、もう僕スピリーグでベンチで置いといたらめちゃくちゃ安心安全のノイジーになってくれると思うんで、このノイジーをね、一生継承していこうかなと思ってるんですけども、見てください。肩が S になってます。いや、やばい。65ショート守れて肩 S やからね。しかもパワー B で低弾道。ちょっと特殊能力はまあもう上げる価値ないかなって思うんで、ちょっとね、また特殊能力上げたら、流し打ち、固め打ち、満塁男をついたノイジーっていうことで、ちょっとそれはそれでまた別でやっていこうと思うんで、もうとりあえずね、もう中野選手も鳥谷選手も追いやって、今日はこのノイジー一番ショートで使ってランク戦やっていきたいと思いますので、最後までお楽しみいただければなと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。ということで、もうやばい、俺ね、5日ぶりくらいに昨日ランク戦やったらマジでびっくりするくらいやばくて、打率機能でめちゃくちゃ落としたんですけども、ちょっとその辺をね、戻すっていうのもノイジーが貢献してくれると思います。いや、ちょっとね、だから打撃はちょっとね、騒いでやってる場合、ここやね、ま、その分ノイジーの守備機会は増えますね。はい、守備 C ですね。いや、素晴らしいね。これを、引っ掛けてショートゴロ。ノイジー動いてないノイジー。お、中継入んのも遅いぞ。大丈夫か？ということで、1番ノイジー、いきますか、これね。これもう中島選手と守備適性一緒やからね、ノイジー。さあ、準備してるよ。さあ、来ました。パワー自慢。さあ、パワー自慢していってくれ。なんだこれ。やばい。これね、引き継ぎしたんで、試合設定が。あ、さあ、まず1球目。初球シュートは癖強い。ホームランを打ちたい。パワー B なら打てる。ダメよ、ダメ、インコース。ボール先行です。マジで見えてないわ。やべえよ。もう一回回すのはちょっと無理か。でも2点取ったら延長で終わる。やっぱね、もう昔はね、1日2日やらなくても全然打てないですけど、もう今5日とか空くとマジ打てないっす。これ都市なんかな。いや、これ分かる人絶対おると思うよな。昔は別にちょっと空いても普通に次の日打てたけど、今もう毎日やっとから打たれへんなるっていうこの現象、マジで分かる人いないかな。そこよ。いや、それも上がってなかったら、ノイジー見向きもしてない。
見向きもしてなかった今。もう首上げてもなかったね。あ、俺の上ボール飛んでるっけみたいな。それすら不明みたいな。なんですけど。はい、ということで2試合目110いきます。え、待って、打率やば。一番この直近でいい時から1割下げてますもん。メルセデスね、メルセデスか。メルセデスは高めにスライダーとか放ってくれへんかな。さあ、ノイジ、これ2回回せるよ、ノイジ。甲子園かかってます。甲子園かか、いや、もう出てるやん、これ。これもう出てるやん。甲子園出てない。甲子園かけれないやん。何これ。何かかってるこれ。わからん。次が3球目。抜けて。アウトコース落ちました。これはファーストライナー。バッターは2番に入っている。さあ、恒例の1打席目凡退からの2打席目回すというやつ。いいですね。おお、大丈夫か、大丈夫。天然もお願いしますから。2アウトランナーありません。お前もそれしかせん、もうちょっと今見てなかったし、もうちょっとお願いします。ビーズリーかノイジーかわからん。2点取ればいい話、そしてノイジーに回せばいい話。ガチ集中やからもう。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。今のはよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ツーボールツーストライクです。高めのボール打ちました。そのままスタンドに入りました。ちょっとは昨日よりはマシな感じはするんだけどもね。変えるよね。コ・ルデロ、コ・ルデロ来た。スラ、コース、え、スラ、高速スラカットか。ナイスですね。え、掛布さん？いや、こっから鈍速が並びますね。ツーシームは B ありますね。うん、クソボール、でもコントロールでちょべりは悪いんよな。敵バイヤーですよ、それは。高校野球見すぎ。それ狙って投げられんの痛いよな。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいです、ね。あー、ファストボール勝負やな。いやー、甲子園の底は広い。いや、今のホームランボール出たよ。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、ちょっと見えてるか。マコツン、マコツン、甲子園かかってるよ。もう出てるけど。ツーアウトになっています。初球ボール、スピードボールを持っています。次が2球目。よし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